ルーレットで引いたプレイスタイルの選手でガチ対決。全23種このプレイスタイルってありまして、確かに俺ってさ今パッと思いつくのだとさ、その全23種の中だと何？いやお尻かじり虫。お尻かじり虫は残念ながら入ってないんだよ。水じゃなくて死ね。あデータを読み込んでいます。俺ってさ今パッタマキンカジュウムシ。エコーかなんかある。かゆすぎて、うん、逆境に強いから。それ多分弱体化スキルだ。だすごいじゃん。こうさ決勝戦とかもすっごい人数入ってめちゃくちゃ緊張するんじゃん。それどころじゃないから変えてて。それがメリットになるかデメリットになるかは、ま、メンタル的にはメリットだけど、だなんかさもう走ってる時もかゆいからやたら内股になりながら、うん、走りながら擦ってあえてかじっていくっていうスタイル。それさ。オッケー。オッケー。なんか肩チキンウィングになりそうだな。うん、そういうことです。ということでこちらにね何種類ほん23種類ありまして、ラインブレーカーでデコイラン、ラインブレーカーでデコイラン、ボックスストライカー、ターゲットマン、リンクフォワード、チャンスメーカー、ウィングストライカー、インサイドレシーバー、クロサー、ナンバー10、2列目の飛び出し、ボックスツーボックス、アンカー、ハードプレス、プレーメーカー、ビルドアップ、オーバーラップ、攻撃的サイドバック、インナーラップサイドバック、守備的サイドバック、攻撃的ゴールキーパー、守備的ゴールキーパーで最後プレースタイルなしということで、まあラインブレーカーでも普通に無印 OMF とか使うのは全然ってことなの、うん、全然どこで使うのかはもう自由ということで、うん、でも本当ゴールキーパーだけ重なるのがやばい、ね、あとプレースタイルなしか、やばいよ。プレースタイルなしは多分そんなに強い選手ゲットできないんで、うん、だからこの下3つが結構大変かもしれない。ということで今回も、この日のためにこちらのルーレットをね作ってくださいましたエンジニアの方、タマキンかゆいかゆいさんです。かじる専用の器具とかもプログラミングみたいので、もうかじる専門の道具を作って、うん、それにかじらせながらやってるから。あ、そう、だ動きだけは学習させて、うん、だけどあれだよ、そこの大元は孫の手です。あ、そう、だから孫の手をこうなってる状態で俺はもうバカ高速症。だからもう終わった頃には中古品だったら30万ぐらい、先輩の使ったやつ。いやブチコがあれ作ってんだっけか。あ、そう。ということで、はい、行きましょうか。行きましょうか。マーサスしていただきます。はい、もうガンガン来いよ。行くよ、うん、もうじゃんじゃん行っちゃうぜ。来い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 。え、やめて。オーバーラップです。じゃんじゃん行くよ。 GK だけちょっと抑えめに、うん、1でいい。デコイラン。デコイランはいいよ。デコイランってあんまいないよね。岡崎とか。うわ持ってんじゃん。そう。あ、そっか。来すぎると困るな。うん。なんかいいじゃんいいじゃん。リンクだったらミッドフィルダーも多分いけちゃうもんな。うん。ただキーパー引かないのもまずいからね。だからメッシとかはリンクじゃないっけ。プレーメーカーね。プレーメーカーいっぱいいるから。いや、プレーメーカーいいな。だってディフェンスもいけるもんね。うん。こうなってくるともうキーパーじゃない。キーパーもし、まあでもサイドバックとかも、お、ハードプレス。いいじゃん。もうディフェンスある程度いいけど。しかも今のところ被りなし。サイドバックとか欲しいな。チャンスメーカー。チャンスメーカーもありだよ。俺が求めてたルーレットじゃねえぞこれ。GK 一回来てほしいな。いや、あった方がいいじゃん。まだチャンスメーカー。だってさ、GK もし引けなかった場合はマジでジルーのプレースタイル取るしかないよ。ああ、その手もあるな。その手もあるにはある。さあ行きます。ターゲット前引いときたいな、だったら。来た。いや、これ結構熱いぞ。え、いるかなそんなに。ゴールキーパーのプレースタイルなし、いいんじゃね。あー、なるほど。だけどそれはありです。ありでしょ。もうこれは、うん、プレースタイルのところがなしの選手は棒になってるんですよ、うんうん、あそこが選手だったらもう誰でも OK です。9人目ビルドアップ。いやー、もうこれで3バック完成。まあまあ、あとはサイドバックでも、まあ、4バックでいいかな。インナーラップだけちょっと嫌だけど。お、プレースタイルなしでした。ラスト。いきます。こんなプレースタイルなし来る？ね。1回も。お、いいじゃん。これお願いしてもいいですか？結構するぜ。いくら？250万。いいですか？お願いします。これだ。お、めっちゃ当たり。うわ、超当たりだぞ。2人目。俺今日なんかエゴジンパチみたいな服装とメガネしてんな。
ラインブレーカー抜け出し系ばっかなんだ。エゴいね。エゴスカット完成するか。俺だからむしろラインブレーカークソ来てほしいもん。3人ぐらい来てくれてもいいよ。うん、5、6人。あそこまで多すぎんね。デコイラ持ってないって言ったのよさっき。ちょっと待って、結構前目来てるから守備的逆にいなくていい。やだやだやだ、それちょっと待ってよ。えブルーロックみたいなスカットいらないんだって。いやいいじゃん、ジンパジでしょ。うわっ、いいじゃん。プレイメーカーはいいね。でもディフェンスいなくていいよ、ジンパジだからてかキーパーはやっぱ欲しいよな。キーパーまあ逆にかぶってもいいかなって思うんだよ。んあーでもいるな。いるいる、インナーラッパーいるよ。別にサイドバックで使わなくてもいいもんね。うん、別にポジションはもうだからまあディフェンスいなくなったじゃんこれで。え、なんでわざわざ前にうわこれでかい。あっ、これこれ熱いぞ。うわ奇跡的だ、ターゲットマンジルーさん入りました。ジルーってさ俺らにとってはめちゃくちゃ使ってるよね。だから、うん、外せないもん、うん、お、いや、めっちゃいい。ディフェンスハードプレス来始めたわ。え、バランスいいぞ。1、2、3、4、今6か。おいいね。お互いに結構いいシティできてんじゃない。ていうかアンカーとか2列目とか来てなかったな逆に俺。あ、確かに見てなかったわ。おー、いいじゃん。インサイドレシーバー、いい略してインレシーにしとくか。あー、ひかついねキーパー来ないね。てかなんかこの辺めっちゃ来んだけど、青いの。なんかさ守備が多くなってきちゃった逆に。8、9、10。てかもうこれ最後だわ。以上です。え、マジでこれもうジルキーパー確定じゃん。ということで僕のスカットこのようになっております。フォーメーション4123、ショートカウンター、ゴールキーパーはプレイスタイルなし、ウドキルジュスいやでも88だと結構強いんで。あ、てかキーパーでいいんだねやっぱ。いや、いたいたいた。一番あのプレイスタイルなしで一番強いキーパーこれでした。はいはいはい、お、いいね。で、ディフェンダー左からオーバーラップジューレ、ハードプレスアラウホ、そしてビルドアップ、サリバ、うん、守備的サイドバックアーロン・ワン・ビサカ。普通にメンツ強いな。CMF プレイスタイルなしで、タイチ言っとくけど、タイチマジでここで出てるからさ。いや、まあそうだね、完全にもうここしかない。え、だからやる役割としたらカゼミロと一緒ってことだよね。あ、もうアンカーです。で、ただチャンスがあったらもう飛び出すから。なるほどね。トップ下の位置にプレイメーカーキミッヒ、うん、左サイドハーフ、リンクフォワードネイマール、サントスネイマールね。はいはいはい。で、3トップになっております。右ウイングにチャンスメーカーメッシ、うん、左のセンターフォワード、こちらもチャンスメーカーフリット、そして、右センターフォワードデコイラン岡崎慎司。はい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 、このようになっております。なるほどね結構バランスいいと思うんだよ。結構強そうだけどな、なんか。はいはい、これでいきます。では私のルーレットで引いたプレイスタイルスカット、はい、こちらで、フォーメーション、5113、あんま聞き慣れない感じになっちゃったんですけど、チームスタイルショートカウンターということで、ゴールキーパーオリビエ・ジルー。もうこれをやるしかなかった。てかまさか俺負けてると思わなかったんだけど確かにキーパー全振りにしたらこうなった。見るまでジルの存在忘れてた。そう、今回はもうだからフィールド能力に振らずに全部ゴールキーパー能力に。いや、これは普通にあのぶち抜いてますわ。意外に80乗ってんのよ。いや、ちょっとやばいです。プレイスタイルなし結構良かった。いや、俺もうジル入れるしかなかったからさ。そうだよな。まあジルで今回5バックです。はい、なんかディフェンス系のプレイスタイルかなり多くて、まずディマルコインナーラップサイドバック、うん、そしてミッキー・ファンデフェン。ミッキー、あ、やべ、かすれた。プレスタイルハードプレス、センターバックフルク・ライクールと、アンカーですね、ウィリアム・サリバ、ビルドアップで、右サイドバックにキミッヒ。俺もキミッヒがちょっとここでプレーメーカーで入ってきました。俺もね、キミッヒ直前まで右サイドバックに。おお。で、ビサカが冨安になってた。あ、そうなんだ。で、ミッドフィルダーが2枚、ボランチでフレンキー・デヨング。はい、2列目からの飛び出し、もうボランチに置くことによって飛び出させない。そして久しぶりに使います、トップ下担い手メッシ。担い手って何？インサイドレシーバーです。インサイドレシーバーか。まあだからトップ下置けばとりあえず無印にはなるというところで、3トップ、まあ、見慣れない選手が1名いると思うんですけど、左
マルクス・テュラム。これ一回も使ったことないんですが、テュラムの息子じゃね。そう、マジでそうかもしれないよ。いや確かに、確かそうだよ。うんうん、このテュラムはデコイランです。いや俺デコイランの選手マジで全然いなくて。確かに少ないよな。本当に 4、5 人しかいなかった。セカンドトップサラー、ブリッツサラーですね、がインサイドレシーバーで、最後シェフチェンコプレゼルラインブレイカー。なるほどね。ということでこんなメンツに落ち着きました。まあ本当はね、うん、サイドハーフにディマルコ置いたりとか、まあ、ちょっとしてもいいかなと思ったんだけど、ちょっとファイブバック最近使ったことあんまなかったんで、うん、まあ、ちょっと使ってみたいなっていうのも込めて、はいはいはい、これで行かせていただきたいと思います。じゃあ行きますか。いや俺はここ勝つよ。はい、中から。まあ、ただ今回5バックだからさ、いつもの俺の守備とは違えよ。まあインナーラップだからちょっとどう動くか分かんねえんだけどさ、ほんとフリット嫌いなんだよね。ちょっとね、またね、また増えてきた。ちょっと最近ね、やばい、フリット。攻撃のメインがね、なんか変わりつつあるんだよね、フリット。いや、俺もね、いや、カカは、カカも怖いけど。一番いいんだよ。胃の中が鼻くそまぐりゃやばい。めちゃくちゃ食っていきます。そうで、そういうことだよ。とんでもない量な。さあ行こうか。いや、いい。岡崎楽しみだわ。確かに。あのツイッターバックしか使ったことないからさ。そうだよね。うん。まあ、最初は。おい、ジロお前、うん、誰もいないところに出したかった。うちのメンバーが。ハイチに渡してた。ハイチに渡してた。ハイチね、パス88とかあんの。うわ、サラバ、サリバ硬いね。さらば、さらば、青春の光来ちゃったよ。青島、青島、青島来てんな。いいね。え、ハイヤシュート。いいよ。エッジクロス持ってるからね。あ、そうか。本気までかね。やばい。そう、エッジクロス。オッケー。ワンビサカ。あ、てか、そうか。てか、やたらすげえジャンプするなと思ったら、岡崎慎司、バカジャンプ力あるんだ。うん、岡崎、ジャンプあるね。さあ、サラ、スルーパスを狙う。ニクラス・ジューレ。うわ、ミスった。お、いいよ。やばい、サラ、おー、よし。うわ、ミスった。いやー、ナイス、ナイス。いいな。いやー、得意だった今。よし、決めに行こう。じゃあ、ただこの決めた後って、ほんとすぐ点取られることあるからな。先制ゴールを決めました、1対0。先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね。あぶね。もうシェフチェンコなんか今日試合組み立てようとしてるわ。めちゃくちゃ下がってるな。なんか、シュートしようって感じじゃないんだよな。また出せた。オッケー、よーし。うわー、来た来た来た。時間まだある。そうなんだよね。ほら、なこんなさっき動いたんだよ今。チルシの方が欲しいなのね。オッケー、ここで。いや、これない。すげー、マジか。さあ、メッシー、メッシーからサラー、サラーからシェフチェンコ。フリットで取るしかない。ここは遠いか。まったら行ってみるか。ちょっとディマルコとかも結構蹴れるんだ。あ、ディマルコもあるね、うん、これだ。え、足かい。やば、すっごい今の。マジで担い手決めるそれ。うお、まいったな。マジか。あ、そうだね、うん。あ、しょうがない。セットプレイヤーもしょうがないね。くっそ。いや、サリバンとこ硬いんだよな今回。いや、来てる。うわ、やばい。あ、ナイス。うまマジか。すっげえ。いや、もっと打っていこう、ここは。あー、頑張ったよ。青島さん、ネイマールが受ける。あんなんずっと自慢できるぜ。俺だったらもう一生スリーヘルまで自慢するわ今の。青島、いや、プレス来てるな。青島にプレスが来てる。
あぶね。あ、やべ、撃ってくるぞ。やばいやばい。こんなことしたら。おい、どこ行く、どこ行く。よし。あー、まあまあまあ。いるんだ。いいね、君氏。まあまあまあ。テーマーか。やっぱ、撃たないとダメだ。あれ、思ってる撃ってはねえんだな。うわ、当たった。いやー、やばい。いいよ。え、うまっ。よし。マジか。ジル。いいよ、いいよ。でも、打ち行かないとこ。いや、空いてたな、そこ。ちょっと上がりすぎてたな。やったの誰だ？ファンデフェンか？さあ、点取り行こうぜ。ファーサイド。オッケー。キミッキ、インターセプト。おー、ナイス。サラー、メッシ、スペースへ。また。あるね。いや、マジか。おい、いける。うわ、テラメ。くそ。あ、いいじゃん。チラムなかなかやろうとしてくれてるんぞ。サラ。いや、サラ。うお、ナイス。よーし、よしよし。サラ2点か。また右足やね。また右だ。今回左で行ってねえわ。あとは変な失点なくそう。やばいぞ、こっからサラの攻撃来るぞ。おっ、なんでファンデフェンそんな吹っ飛んだ。オッケー。ファンデフェンセンターバックなのにめちゃめちゃ吹っ飛んでた。はい、ってみます。オッケー。あ、やった。いいよ。いやー、おお、ファンデフェン当たりいくなよ。あ、あ、開いてる。そう、マジか。オッケーオッケー。いや、出せことした。ちょっと、いるな。あ、取りたい、取りたいぞ。パス。あ、やらかした。よし。いやー、来た。うわ、まだ微妙な時間だ、これ。きしり2点目。今のは絶対いらねえ。俺のパスみたいなあったな。やったわ。ぐっそ、今のなかったらもしかしたら時間的にもほぼ勝ちだったかもしんねえな。てか、フリットずっとセカンドトップだった。うわ、メッシで音が疲れたか、はい、さあ最後フリットから左サイド大地。いや、大地とさ、チャンス。危なかった今。素早くボールを奪ってシュートまで持ってきたいですね。裏を狙う。大地自分でゴール決めようとしてるもん。あ、あ、ある、ある。危ない危ない。やばいぞ。おい、誰がつくかちゃんとさ、話し合って。いやー、よかった、短かった。よーし、あぶねー。いや、なんとか勝てたわ。いや、サラのおかげだな、今回。サラ、早かったな。いや、めちゃくちゃいい動きしてたわ。いや、追いつけなかったかー。いや、もう分かったもんね。あー、これいい試合だったね。素晴らしい試合でした。最後、素晴らしい試合でしたってカピラさんも言ったわ。そんな褒めるだって。でもちょっとファールしちゃったからさ。2ファールして。2ファールしちゃったから、ちょっとあんまいい試合ではなかった。いや、誤差だよ。その2のファールのうちさ、1失点してんの。あ、そうだ。華麗なキック決めたわ。このファールがさ、確かにそうだな。1点分なってんの。
うん、重いファールだな。ちょっとそれは確かにめちゃくちゃ重いファールだわ。誰がやった？タイチだったらマジでやってるぞ。絶対タイチじゃない。タイチじゃない。あれね、フリットで取るしかない。ここはシェフチェンコにリクワイス、あのフリット。いや、フリットが一番かわいそうだから、それは最前線からさ。まあそうだね。ちゃんと守りって蹴り飛ばして。うん。失点です。失点だね。